久々すぎて本当にちょっと泣いちゃうんじゃないかっていうぐらい今感動しているところなんですけども、昨年の3月ぶりのイベントということで、今日は気合を入れて、やってまいりました。今日は30分お時間をいただけるということで、いろいろな曲用意しております。子供たちもね一緒に、踊れるような曲も、最後には準備をしておりますので、楽しんでいただければと思います。あと今日なんかごめんなさい、今ちょっと準備をしているんでお話をさせていただこうと思うんですけど、結構ねよさこいの仲間もたくさんいると思うんですけど、よさこい関係者の方ちょっと手を挙げてもらっていいですか。結構恥ずかしくて挙げない人もいますよね。ああでもちょこちょこいますね。はい、その方ねもしかしたらね刺激をもらいに来てると思いますので、少しでもいい思い出としてまた次の活動に生かしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、マナちゃんいますか。マナちゃんいいですか。一瞬だけいいですか。はい、指紋もらっていいですか。はい、すいません、指紋いただくんです、うちの曲ね。このねコロナ禍の中で、ね、我々ちょっと編集もやってるんですけど、いろんな曲やってきて、ちょっと最近覚えた曲がありまして、その曲をちょっとやろうかなと思ってるんですけど、よさこいに全く関係ない曲やります。まあ、それもそれでありがとう思って手拍子いただければと思います。もしかしたら聞いたことあるんじゃないかなということで、はい、それではよろしいでしょうか。はい、参ります。構え。それではですね、何の曲だった